はい、どうもダナタです。では、プロスピやっていきたいと思います。ちょっと一時、動画の方できなくてまた再開しようと思います。今回、今出てる通り、模擬戦かな、模擬戦で使ったこちら森下正人投手今回使ってみた動画をやっていきたいと思います。現在、私レベル70まで上げて、まだ特訓とかは上げてません。球威71、制球70、スタミナ73、これ全部上がれば、なかなか強い選手になります。で、球種はね、そこまで強い球種っていうのはないかな。で、一応特殊能力も全部上げてます。上げてるというか、まあ、レベル解放しております。キレ20丸、コントロール、グランドボーラーということで、まあ、ちょっと使ってみた感じどうなのかなと。で、まあ、グランドオープンしてから、まあ、手に入れた投手でして、広島ね、実際のところ私、まあ、これぐらいしか選手いなくて、まあ、一番初めに当たったのが前田選手ですね。こちらの方当たっております。なので、実際に森下選手を使ってみてどうだったのかっていうところをちょっと見ていきたいと思います。はい、ということで、やっていきたいと思います。では、まず最初にストレート、こんな感じですね。はい、スプリットがこんな感じです。まあ弱くはないけど、やっぱ制球力は高いんで、ある程度ビタビタに投げれば、三振も取れるんじゃないかな。で、実際にね、グランドボーラーが出た時にどんな感じで抑えれるのかというところも見ていかないとね。で、一応チーム自体、敵のチームは一応私のガチオーダーで、やっております。ごめんなさいね、ちょっとやっぱまだこのね、投げ方に慣れていないっていうのもあって、タイミングはね、取りにくいところがあるんですけどね。まあすごい派手な感じではないですよね。さあ、グラウンドボーラーが発動したのでどんな感じなんでしょう。まあ、コントロールはいいですよね。はい、おっと危ないですけど、まあなんとかとアウトは取れております。はい、これ打たれてます。ちょうどよかったですね。はい、では次の回行ってみましょう。はい、次2回ですね。今いろいろこうカーソル問題とかもだいぶ、落ち着いてきたのかな。ので、まあ私の場合、まあ、携帯でやってるもので、まあ、そこまであんまり感じないというか、まああまりわからないところはあるんですけどね。でも実際のところやっぱりまだ、まあ普通に V ロードとかやってたらそこまでの感じはないですけどね。まあ実際どうなんでしょうね。はい、2-2。打たれましたね。そう、結局決め球がね、あまりないんですよね、このピッチャー。やっぱどうしてもね、あの能力的な、そのピッチャーの場合やっぱ球種でいくと、確実にストライクが取れる、三振が取れる球とかがねあればいいんでしょうけど、
まあ、森下投手の場合やっぱコントロールでねじ伏せるみたいなところがあるんで、うん、それで詰まらすとか、まあ、こんな感じでボンフライを取るみたいな感じになりますね。はい、では、多分3回裏も行ったと思うんでそれも見ていきたいと思います。はい、では3回裏ですね、3回の表で2点取れたのでこのままいけば勝ち投手になると。まあ、なんとか三振は取れたと。まあ、スプリットとチェンジアップをうまく使うべきなのかな、このピッチャーの場合。うん、ドロップカーブもそこまでの落ちではないので、うん、この下の変化球をどううまく使うかっていう感じになると思います、このピッチャーの場合。多分制球80とかになればかなり使えるピッチャーになるんではないでしょうか。はい、というわけで勝ちました。はい、というわけで、森下投手を使ってみました。まあ今のところまあスピリッツがまあ高いっていうのもあって、一応先発候補には入ってくるんですけど、まあ、ランク戦となると、まあ、リーグ戦で使えるピッチャーなのかなというイメージがありますね。うん、なんでリアタイではまあそこまでではないかなという印象を受けます。なので、まあ、今ねちょっとずつ今選手も育成したりとかしてますので、まあ、この選手も、今後あれですね、 S ランクと A ランクとか出たらまあどんどん強くしていこうかなと思っております。はい、というわけで、今回の動画は以上とさせてもらいます。よければチャンネル登録よろしくお願いします。それでは失礼します。田中でした。